大変よ。行きましょう。
はよう。藤崎さんのこと気にしてないの？そう思う。ああ、いや、そんなはずないよな。ごめん。昨夜から考えてたんだけど、やっぱ双葉ちゃんの言ってたある事件っていうのを知らなきゃいけないと思うのよ。前も言ったと思うけど、そこに今回の事件の鍵があると思うの。そうだね、僕もそう思う。話してくれるかな？話してもらうのよ。こればっかりは部員以外誰も知らないと思うし、やるしかないわ。情報を引き出すには個別に攻めないとダメね。ポイントは誰に聞くかだけど。で、誰にする？たまには優秀弟子のワトソン君の意見も聞いてあげないとね。メグル君はどう思う？待ってました。心意気よ。ではワトソン君、張り切って行ってみたまえ。石井さんはどうかな？あのおとなしい人ね。確かにあの人だったら真面目に答えてくれそうだわね。それもあるけど、話によると一番部活に熱心だったのに最近休みがちっていうからさ、それがちょっと気になって。なるほどね、確かにそうだわ。じゃあ早速行きましょう。でもどこにいるのかな？そんなのその辺の子に聞きながら行けばすぐわかるわよ。とにかく行くわよ。自分の部屋で勉強すればいいのに、なんで図書室でするんだろう。きっと広
強しやすいんじゃないの。資料もたくさんあるし。さあ、着いたわよ。だんだん分かってきたみたいね。まあね。石井さんだ。